全国1億2000万人のアラン・プロストファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は歴史に名を残す名機キヤノン F1 のご紹介をいたします。キヤノン F1 は1971年3月に発売されました。眠れる獅子と言われたキヤノンが5年の歳月をかけ、それまでの FL レンズから新しく FD レンズ群まで揃えて、この F1 というカメラを登場させたのは、一眼レフカメラ界のトップを独走するニコンに対抗するためだったんじゃないかなって思います。この F1 というカメラが発売されるまでは、一眼レフ界ではキヤノンはミノルタやペンタックスにも遅れをとっていたようです。はい、こちらはニコン F です。ニコン F は1959年に発売されました。今から63年前、すごいですよね。当時生まれた人がもうすでに定年を迎えてる。恐ろしい話です。そして満を持して1971年3月に発売されたキヤノン F1 ですが、ニコンも黙ってはいません。1971年、キヤノン F1 が発売された同じ年の9月にニコン F2 を発表します。ニコンとキヤノン、その後50年以上にわたって一眼レフカメラメーカーの2大巨頭として君臨し続けるわけです。それではこのニコン F2 とキヤノン F1 をちょっとだけ比べてみましょう。シャッタースピードは2台とも2000分の1秒を搭載しています。フィルムの巻き上げ角ですが、この F1N になって180度から139度に改良されましたが、それでもニコン F2 の方が巻き上げ角度は小さいですね。露出系はニコン F2 がファインダー内、キヤノン F1 はボディ内に収められています。ニコン F2 も露出系用の電池はボディ内に収まるんですけどね。もちろん2台とも完全なるメカニカルカメラです。露出系以外に電池は必要ありません。まあこの2台を選ぶとしたら、もう完全に好みの問題ですので、正直比べるのは難しいです。それでは今回の本題、キヤノンF1 をご紹介いたします。レンズマウントは FD マウントですが、従来の FL レンズも使用することができます。裏蓋ですが、フィルム巻き戻しクランクの前にあるこの銀色のボタンを押しながら巻き戻しクランクを引っ張ると裏蓋が開きます。シャッターは横走り。シャッター膜はニコン F、F2 と同様チタン膜です。ファインダーは左右についたボタンを押しながら後ろにずらすと外すことができます。標準仕様のファインダーはアイレベル式、倍率は 0.77 倍、視野率は 97% です。もちろんフォーカシングスクリーンも交換することができます。標準仕様のフォーカシングスクリーンは E 型スプリットマイクロプリズムタイプです。キヤノン FT の紹介動画の際にお話ししましたが、コンデンサーレンズを斜め45度にカットし、その傾斜面を半透明化して蒸着処理にて貼り合わせ、ファインダー用光路と側光用光路を形成するカットコンデンサーが使用されています。はい、こちらはフォーカシングスクリーン H 型。
これかっこいいんですよ。全面マットや方眼マットもかっこいいんですけど、こういうちょっと変わったフォーカシングスクリーンで楽しめるところもフラグシップモデルの面白さかもしれません。まあ実際写真撮るとなったらスプリットマイクロプリズムじゃないとうまくピントが合わせられませんけどね。セルフタイマーレバーを内側に倒すと絞り込みです。この辺は以前ご紹介したキャノン EF と同じですね。 EF が F1 と同じと考えた方がいいんでしょうね。下向きレバーをセンターまで持ってくると絞り込みロック、 M の位置まで持ってくるとミラーアップです。セルフタイマーレバーを反時計回りに回してシャッターを切ればセルフタイマーが作動します。シャッタースピードは2000分の1から1秒、そしてバルブです。シャッターボタンの根元にはシャッターボタンのロックレバーもついてます。それでは電池を入れてみましょう。カメラ自体は完全なるメカニカルカメラですから電池はいりません。ここに入る電池は露出系用ですね。電池は 1.3V の HD 型水銀電池です。毎度毎度のことですが水銀電池は今手に入りませんので、電池アダプターか代替電池を使用します。本体背面左側にある電源スイッチを上に回すとバッテリーチェック、下に回すと電源オンです。ファインダー内の様子はこんな感じ。これが露出アンダー、そしてこちらが露出オーバーです。そしてこれが適正露出。メモリ線入りのレーザーマットH 型のスクリーン、かっこいいですよね。この当時のキャノンの技術を結集して作られた F1 というカメラ、ついたあだ名がトラヤの羊羹。とにかく黒くて重いんです。どのくらい重いのか実際に測ってみましょう。まずはニコン F2 から 826g です。レンズはつけてません。ボディのみです。続いてキャノン F1 838g。 交渉数値は 845g ですから 7g 軽いですね。なんでだろう。もしかしたら水銀電池より代替電池の方が軽いのかもしれません。そしてニコン F 698g。 この F はアイレベルファインダーですから軽いのは仕方ないですね。フォトミックファインダーだったらもっと重くなるはずです。そしてキャノン F1 50mmF1.4 付き 1141g、1140g ですね。まあ重いと言ってもそうでもありません。ニコンの F5 なんて 1210g ですからね、電池なしで。
もしもピアノが弾けたなら、ララ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 。だけど僕にはお金がない。キャノン F1 は1980年毎週土曜日夜9時から放送された西田敏行さん主演の池中玄太80キロというドラマで、主人公の池中玄太が使っていたカメラだそうです。私そのドラマ見てなかったですわ。でもマジでキャノン F1 かっこいいです。てか何回シャッター空打ちするんだって話ですけど、大丈夫です、10万回持ちますから。今日は伝説のこの名機キャノン F1 をご紹介いたしました。何かにつけてこのニコン F2 と比較されがちですが、どっちも素晴らしいカメラです。それでは皆さん、またねー。はい、OK 牧場。